電子メール、電子メール、電子、メール、A、エレクトロニックメール、E メール、E メールは、コンピュータネットワークを使用して、郵便のように情報等を交換する手段である。電子郵便とも言う。インターネットの初期から、ある通信手段であり、UCP や SMTP などのプロトコルを介して、メールを相手サーバに届けられる。 電気的な信号で送受信を行うのでかかる時間は数分程度である。一方で、インターネットの普及以前にコンピュータ通信手段として広く行われていた、いわゆるパソコン通信でも加入者同士で文書のやり取りを行うシステムが電子メールとして提供されいた。ただし、パソコン通信では一般的に通信が一つのパソコン通信システム内にどまっていたので、 他のシステムとの間での電子メールの交換機能などの相互通信機能はほとんどなかった。また、各パソコン通信システムごとに独自のシステムが構築されていたことが多かったので、ユーザーインターフェース等についても互換がなかった。しかしその後、インターネットの普及に伴って、大手パソコン通信システムとインターネット間で相互に通信が可能にもなった。メール友達、メル友も、 流行になった時期があった。なお、以下では、講義のメールと記載がないものは RFC に準拠した UCP、SMTP のプロトコルを使用した電子メールについてのみ記述である。それ以外の電子メールについては、上記の各関連項目を参照のこと。個々の電子メールのアドレスは、コディセチなどのような形で表現される。実際に電子メールを使うためには、 独自ドメイン名。この例では、コディセに終えて、ドメイン名を管理する DNS サーバやメールサーバに登録する必要があることがほとんどである。一般的には、加入インターネットプロバイダや、勤務先、通学先の企業、学校などのアドレス、アカウントになっていることが多い。容量については、理論的には制限はないが、送受信可能な最大容量は、 プロバイダの提供する容量で制約を受ける。一般的には、ダイヤルアップ接続時代の名残の数メガバイト、メガバイトから、近年のブロードバンド対応として、大容量を謳ったものでは100メガバイト、数ギガバイト、程度に設定されることが多い。主要プロバイダの一例としては、オシアンが10メガバイトまで、ソーネットが20メガバイトまで、ビッグロブが100メガバイトまでである。 これ以上の大容量のデータのやり取りには、FTP や P2P、HTTP 等によるオンラインストレージ、ファイル転送サービス、アップローダーなどを使用する。無料アドレス、フリーメールサービスの場合は、プロバイダーなどのアカウントで利用する、一般的な電子メールクライアントソフトではなく、ウェブブラウザを使って、ウェブページ上で、送受信を行うウェブメールがほとんどである。現在、 インターネットではメールサーバー間での通信及びクライアントからの送信には一般に SMTP が使われる。古くはまた現在でも稀に UCP が使われる。メールは数々のサーバーをリレーのように経由して目的のメールサーバーに伝えられる。なお、電子メールには送信者の使用メールソフトや経由サーバーなどのヘッダーと呼ばれる情報が付属れている。 メールサーバからメールを読み出す場合には、などのプロトコルが用いられる。メールの書式については、RFC5322 で規定がある。また、英字以外の文字、言語やテキスト以外の情報をメールで送るなどのためにが規定されている。元来のメールの文字コードは、US ASCII のみであったが、上記の規定により、様々な文字コードが使えるようになった。かつての日本路では、 実規格に基づく規則を決めて日本語を扱えるようにした。この規則をの枠組みで最定義したものが ISO-2022JP である。現在の日本語メールではこの ISO-2022JP が広く用いられている。RFC2277 ではできるだけ広く知られた文字コードを選ぶように注意を促している。 これは UTF-8 が普及するまでの暫定的なものであるが、その期間は50年であるかもしれないので事実上は永遠考えて良いとも書かれている。元来はメールは文章程度のプレンテキスト形式のもののみであったが、上記の規定及び普及に伴ってメール本文を HTML により記述した HTML 形式のメールも RFC に規定されて一般にも使われるように、 なった。HTML 形式のメールは、メール本文が HTML で記述できるので、メールに Web ページと同様の表現力を持たせられる利点がある。携帯電話、PHS でも CHTML 形式のメールが、一般向け仕様のサービスとして提供されているものもある。その一方で、特に、と、その標準メールクライアントである、初期設定では、 メールの作成時に HTML 形式が選ばれるの普及に伴って HTML 形式のメールが送受信されることも多くなった。しかしながらメールクライアントにおいてはメール中の HTML 情報を展開し表示するためのレンダリングエンジンをはじめとするウェブブラウザにしばしばセキュリティホールが発見されているのでメールを見るプレビューするだけで コンピュータウイルスが侵入する被害を受けたり、迷惑メール、架空請求メール等で、画像タグを埋め込んだメールを送りつけて表示させて、メールを表示させた情報を収集、Web ビーコンと有して悪用するなど、セキュリティ上の問題がある。ただし、HTML メールを表示することは、ブラウザで Web ページを表示することと、技術的には根本的な違いはない。対策としては、 ウイルス対策、迷惑メール対策のソフトを導入するか、HTML 形式のメールをフィルタリング機能で受信を拒否するゴミ箱フォルダへ振り分けなどがある。また、HTML メールの表示に対応していないメールクライアントもあって、断りなく HTML 形式のメールを送信しても正しく受信されない恐れがある。なお、あるファイルデータをメールに添付して送る場合、 添付ファイルとしてマイムなどによってテキスト化、エンコードをしてメール本文に埋め込んで送信して受信側で元のデータファイルに復元デコードする方法が取られる添付ファイルにはコンピュータウイルスも仕込み可能なので受信時に添付ファイルを自動的に開く設定になっているとやはりコンピュータウイルスが侵入する被害を受けるなどの危険も 一通一通それぞれのメールは本文とは別にヘッダーフィールドと呼ばれる各種の特殊な情報が記載された領域を持つ。ほとんどのメールクライアントでは何らかの方法、メールクライアントごとに異なるによって、このヘッダーフィールドの情報を参照可能である。この情報は脅迫メールやスパムなどのメールが届く場合などに、送信元の特定などに威力を発揮する。ただし、 偽装も可能で必ずしもすべてのヘッダーフィールドを付加する必要はないので完全には判断できない。ヘッダーフィールドはフィールド名コディセ3フィールド値という形で記載される。メールを送信する際の機能としてコディセ5カーボンコピーとコディセ4ブラインドカーボンコピーの2種類ある。メールの本来の送信先は一般的に2に指定して送信するが 本来の送信先以外にも一応複製を送って置きたい相手などがいるという場合にこの機能を使用する。メールを初めて利用する人はもちろんそれなりに使い慣れている人にしてもこの機能の本来の使用方法を理解していないことも多い。この機能を使うにあたってはよく理解して使えばとても便利であるが使用、公用に限らず CC 機能と BCC 機能の違い、それぞれに指定されて送信された相手に見える、自分以外の送信先をよく返して使わないと、例としてメールアドレスの個人情報漏えいなど、いろいろな意味で問題を起こすこととなる。また、コディセ4として指定したメールアドレスを他の受信者に見せたり、ヘッダー内の別領域に書くなどの欠陥を持つメールソフトが存在するので、 ホディセ4機能を理解していてもあえて使わない利用者もいる。テキスト形式のメッセージを電気的に伝える方法は1800年代中頃のモールス信号による電報に遡ることができる。1939年のニューヨーク万国博覧会では IBM が将来郵便に代わる高速の自社用電波を用いた通信で祝福の文章をサンフランシスコからニューヨークに送った。 第二次世界大戦中、ドイツが使用したテレタイプ端末は、その後テレックスが世界的に普及する1960年代末まで使われた。アメリカには同様な TWX があり、1980年代末まで重要な通信方法の位置を占めた。歴史的にという用語は、一般的に電子化された送信文書全般を指して用いられた。例えば、 1970年代前半にはファクシュミリによる文書送信を指す用語として用いられる例もあった。電子メールはインターネットに先行して開発された。既存の電子メールシステムはインターネットを作るにあたって重要な道具となった。最初の電子メールは1965年メインフレーム上のタイムシェアリングシステムの複数の利用者が 相互に通信する方法として使われ始めた。1970年代初頭までに、アメリカ国防総省のアウトジンは1350台の端末間をつなぎ、1件あたり平均3000文字のメッセージを月間3000万件取り扱えるようになった。アウトジンは18台の計算機化された大きな切り替え装置が運用を支え、さらに約2500台の端末をつなげるの。 アドバンストレコードシステムとも接続された。正確なところは不明だがその類の機能を持つ最初のシステムとして SDC ランド研究所からのスピンオフで政治のソフトウェア開発を行った会社の Q32 システムがある。マサチューセッツ工科大学は1961年に CTSS を導入し複数の利用者が離れた端末から電話回線を使って 中央システムにログインし、ディスクにファイルを保存し共有できる体制を整えた。電子メールは、間もなく、利用者が異なるコンピュータ間で情報を、やり取りするための、ネットワーク電子メールに拡張された。1966年には異なるコンピュータ間で、電子メールを転送していた。数での詳細は明らかではないが、もっと早い時期に実現していたかもしれない。 アーペネットは電子メールの発展に多大な影響を与えた。その誕生直後の1969年にシステム間電子メール転送の実験を行ったという報告がある。BBN 社のレート・ムリンソンは1971年にアーペネット上の電子メールシステムを開発し、初めてアットを使って利用者名と機器等を指定できるようにした。アーペネット上では 電子メール利用者が急激に増大し、1975年には1000人以上が利用するようになっていた。その他にも1978年までにユニックスメールがネットワーク化され UCP となり、1981年には IBM のメインフレームの電子メールがで接続された。アーペネットでの電子メールの利便性と利点が一般に知られるようになると、 電子メールの人気が高まり、アーペネットへの接続ができない人々からもそれを要求する声が出てきた。タイムシェアリングシステムを代替ネットワークで接続した電子メールシステムがいくつも開発された。例えば UCP や IBM のブネットなどがある。すべてのコンピュータやコンピュータネットワークが直接相互に接続されるわけではないので、電子メールのアドレスには情報の伝達、 経路、つまり、送信側コンピュータから受信側コンピュータでのパスを示す必要があった。電子メールはこの経路指定方法で、いくつものネットワーク間、アーペネット、ビットネット、インフネットでやり取りすることができた。UCP で接続されたホストとも、電子メールをやり取りすることが可能であった。経路は、バングパスと呼ばれる方法で指定された。 あるホストから直接到達可能なホストのアドレスを書き、そこから次に到達可能なホストのアドレスを、バング、簡単フイコール、で接続して書いていくアドレス指定方式である。CCITT は、種々の電子メールシステムの総合運用を可能と、するために1980年代に X400、標準規格を開発した。同じ頃、 IETF がもっと単純なプロトコルシンプルメール、トラファープロトコル、SMTP を開発し、これがインターネット上の電子メール転送のデファクトスタンダードとなった。インターネットに各家庭から接続するようになった現代では、SMTP を基礎とする電子メールシステムの相互、運用性は逆にセキュリティ上の問題を生じさせている。1982年、ホワイトハウスは、 アメリカ国家安全保障会議、NSC 従事者のために、IBM の電子メールシステム、プロフェッショナルオフィスシステム、プロフシステムを採用した。1985年4月、このシステムが NSC 従事者向けに完全動作するようになった。1986年11月、ホワイトハウスの残りの部分もオンライン化された。1980年代末頃までは、 プロフシステムだけだったが、その後は様々なシステムが導入されているバッ a ス a 1オールインワンや CC メールなど。電子メールのトラフィックの多くは実はスパムメールである。ある報告によると2007年中に送信されたメールのうち90%から95%がスパムメールであったという。大量に送信されるこれらのスパムメールは メールサーバに過大な負荷を与え、メール配送遅延の原因となることもある。例えば2004年7月下旬から8月上旬にかけて、大手インターネットプロバイダニフティで、海外から大量に送信されたスパムメールにより、メールサーバに断続的な負担がかかり、メールの受信に支障が生じる状態が続いた。2010年10月ロシアで摘発されたスパムメール業者は1日500億通を、 発信していたという。また近年、トロイの木馬などのマルウェアに感染した、コンピュータ群によって引き起こされる、リード s 型のスパム送信の割合が急激に増加しており、ますます、メールサーバに多大な負荷を及ぼすものされている、ボットネットを参照。スパム以外のトラフィック増大要因として、いわゆる、年賀メール、元旦前後に発生する大量の挨拶メールの、 類もある特に携帯電話、PHS のメール機能は即時の意思疎通を図る手段とてチャット的に利用される場合があるため、一般の電子メールに比べ大量かつ集中的に送信されやすく、これを原因とした配送遅延や服装が問題になる場合もある。この対策として各通信事業者が年越し時間帯の利用自粛を呼びかけたり、 発信制限を行ったりすることもある。かつてパソコン通信が全盛だった時代には、処理の集中を防ぐため、あらかじめ年賀メールをサーバに予約送信しておき、元旦に順次配送するといったサービスも提供されていた。なお、電子メールの配送システムの多くは、メールサーバに一定以上の負荷がかかると送信を保留し、一旦スプールに保存し後に、 例えば数時間後に再送信を試みる仕組みになっているためトラフィックが一定量を超えると配送の極端な遅延が起こるこの遅延はメール一通ごとに起こるため同時期に送ったメールであってもあるものは数秒で届きあるものは数時間で届くということなりこれを理解していない利用者の間ではメールを送った送らないで揉める恐れもある一時的なトラフィックの増大で スプールに保存された保留メールは多くの場合時間の経過と共に処理され正常に戻るがメールサーバーの能力が十分でないと再送処理自体が間に合わなくなり送信者に失敗通知が返送されることもある同時多発テロ時にはニューヨーク周辺間のメールが1日遅延するなどした他2009年には南アフリカでケープタウンとヨハネスブルグ間7 0 0トルで 実験が行われ、電子メールより電書バトの方が早く情報を伝達できた。スパムメール対策として、サーバ上、クライアント上でのフィルタリングが普及してきたが、ご検知により通常のメールがスパムであると判断されてしまい、付着となる問題が増えている電子メールフィルタリングを参照。方言などが原因で口頭での意思疎通がかなわない、人同士でも文字による 一疎通を図れるため、人の交流が広域化した現代では、メールによる一疎通は有用である。日本、中国、イギリスなど方言が多様な国では特に。一方、パソコン通信やインターネット等における文字だけのやり取りに見られる問題、炎上は、電子メールにおいても見られる。メールの真意、感情が相手に伝わらず、たびたび揉めごとに発展するケースが挙げられている。 英語圏ではメールの真意を読み取り間違え、感情に任せて送るメールの故障、スラングにフランメールというものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。